ちらは、中央公会堂です。すごく素敵な建物ですよね。こちらなんか重要指定文化財に指定されてるみたいですね。本当素敵な建物です、一応ねホームページを見てみると見学ツアーが、あるらしいんですけれども、おそらく今緊急事態宣言中で、中止されてるんじゃないかなと思います。中も緊急事態宣言でなければ見学できるんですけれども、今日は残念ながら見学できません。またそうですね、機会があればぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。はい、こちらは、中之島にあります、子ども本の森という図書館になります。去年できた新しい施設ですね。子ども向けの書籍がたくさん用意されている図書館です。でこの建物がですね、安藤忠雄さんの建築ということで、デザインということですね、らしいです、で中にすごくね、いろいろと工夫が凝らされているみたいで、大人の方でも全然入っていただけるらしいんですけれども、ただ今ですね、緊急事態宣言中ということで、事前予約が必要とのことです。ご注意ください。あそこにね、青いリンゴがあるんです。あれが目印ですね。私も一回ここね、楽しそうで一回入ってみたいなと思ってるとこです。おすすめです。はい、こちらが中之島公園のバラ園です。ちょっと今時期を外しててあんまりお花が咲いてないですね。ただね、こうやって暑い中作業されてる方いらっしゃいます。本当頭が下がります。ありがとうございます。ぜひ季節が良くなったらこちらも綺麗だと思いますので訪れてみてはいかがでしょうか。